青山総本部オウム真理教は、朝原将校を教祖とする、かつて存在した、日本の新宗教団体。1988年から1995年に、かけてオウム真理教事件を引き起こし、1996年1月に、宗教法人としての法人格を失ったが活動を、継続。2000年2月には、破産に伴いオウム真理教という名称は消滅した。 破産と、ほぼ同時に、新たな宗教団体アレフが設立され、教義や信者の一部が引き継がれた。アレフは、後にアーレフを経て、アレフに解消され、また別の宗教団体である光野は、山田らの集団、ケロ4クラブが分派した。地下鉄、サリン事件を筆頭に、原世人の魂を救済する、ポアを、大義名分として、 組織的に数多くの殺人事件を起こした新宗教団体である。教祖である朝原昌光はヒマラヤで最終下脱した日本で唯一の存在で空中扶養もできる超能力者であり、その指示に忠実に従って修行をすれば誰でも超能力を身につけることができるなどと謳い若者を中心とする信者を多く獲得した。競技的には ヒンドゥー教や仏教、さらにキリスト教といった諸宗教に合わせ、1999年に世界に終末が訪れるとするノストラダムスの予言など、終末論が交作していた。朝原自身は、釈迦の教えを忠実に復元したとしていたものの、実際のところ朝原にとって、都合の良いものとなっていた。当初は洋画を学ぶ、わきあいあいとしたサークルに過ぎなかったが、 次第に蒸気を逸した行動が見え始め、出家信者に全財産を伏せさせたり、朝原の頭髪や、地、朝原の入った風呂の残り湯などの奇怪な商品を高価で販売するなどして、多額の金品を得て、教団を拡大させた。内部では、奇怪な商品の売り付けや過激な修行で、怪奇的になって、闘争を図った信者を拘束したり殺害するなどして、 1988年から1994年の6年間に脱会の意向を示した信者のうち判明しているだけでも5名が殺害され死者、行方不明者は30名以上に及び恐怖政治で教祖への絶対服従を強いていた。朝原は若い頃に1960年代から1980年代にかけて急成長した宗教団体グラの教祖である。 高橋信二の著書を愛読していた。後の上竜文博と大田敏弘との対談によれば、オウムの活動の最終目的は種の入れ替えであり、それは教団の上層部においてある程度共有されていた。朝原の世界観では人類全体が自らの冷静のレベルを高め、超人類や新鮮民族と呼ばれる存在に進化する。 心的人間と物質的欲望に溺れ動物化していく動物的人間の2種類に対別され、現在の世界は動物的人間がマジョリティを占めており、他方、心的人間はマイノリティとして敷いたげられている。この構図を転覆しようというのが種の入れ替えであり、オウムでは数々の修行やイニシエーションによって、心的人間を創出育成し、同時に、 人類の冷静進化の妨げとなる動物的人間を粛清する目的で70トンのサリンを製造し日本をサリンで壊滅させた後にシャンバラや心理国と呼ばれるユートピア国家を樹立しようという最終目標を持っていた出家や高額の不正を要求し信者の親族その支援者と揉め事が多く当初より奇抜不審な行動が目立ったため 信者の親などで構成される、オウム真理教被害者の会により、司法、行政、警察など、関係官庁に対する訴えが繰り返されたが、取り上げられることなく、その結果、坂本つ弁護士一家殺害事件を、はじめ松本サリン事件、地下鉄、サリン事件などのテロを含む多くの、反社会的活動を起こしたほか、自動小銃や化学兵器、生物兵器、麻薬、 爆弾類といった教団の兵器や違法薬物の生産を行っていた。第39回衆議院議員総選挙での心理党の惨敗もあり、最終的には朝原に消えしない部外者をポアにより救済するとして国家転覆計画すらも実行するようになった。その到達点といえる1995年3月20日の地下鉄サリン事件は宗教団体が 平時の大都市を狙い複数箇所を強力な化学兵器で同時多発テロを起こすという過去に類いのない事件であり比較的治安の良い戦後日本で起きたことも含めて日本国内だけでなく世界にも大きな衝撃を与えた1996年1月に宗教法人としての法人格を失ったが活動を継続2000年2月には破産に伴い オウムし理教としては消滅した。同時に、新たな宗教団体、アレフが設立され、教義や信者の一部が引き継がれた。アレフは後に、アレフと解消され、また2007年5月に、上祐文みを中心とした、別の仏教哲学サークル、光の輪が、2014年から2015年頃に、アレフ、金沢支部の山田美佐子を中心とした。 山田らの集団と呼ばれる分派が結成された。また、すでに目立った活動はなく崩壊したと見られているが、北沢裕子により、ケロ4クラブのある組織が分派して結成されていた時期も、ある。2018年には朝原をはじめとした幹部たちの死刑が執行されたが、アレーフを中心に、未だに朝原信仰は根強く、後継組織の施設周辺は抗議の看板が掲示されるなどしている。 2020年現在も日本の公安調査庁は団体規制法により後継団体の動向を監視している。公安調査庁の調査では、米国政府、欧州連合、オーストラリア政府、カザフスタンアスタナ市裁判所、ロシア連邦最高裁判所からテロリストの認定を受け、各国で活動を禁止されている。朝原の三女松本玲華はマスメディアでは、 オウム心理教室系者が高学歴のインテリばかりで構成されていたかのようなイメージで報道されたが、実際は一般社会に居場所をなくした構成員も多かったと語る。例えば、普通に生きていくことに疑問を生じたり、居場所がなかったりした人や、DV 被害者、非虐退治、精神疾患、発達障害、パーソナリティ障害などの社会的弱者が少なからずいたという。オウムとは、 サンスクリット語、またはパーリ語の呪文でもあり、アウムの三文字に分解できる。これは宇宙の創造、維持、破壊を表しており、その意味はすべては無常である、すなわちすべては変化するものであるということを表している。また、浅原自身の解説によれば、真理の意味は、釈迦やイエス・キリストが人間が実践しなければならないものは、 こうであるという教えを説いたものであるが、その教えの根本であるものを、真理と呼ぶ。特に、チベット仏教や原始仏教の要素をアピールしたため、仏教系とされることも多いが、あえて仏教を名乗らなかった理由は、仏教という言葉自体が、釈迦後に創作されたものであるからとしている。また真理と密接に関係のあるものが科学である。しかし、実は、命名には、京都の私立探偵、 メカワシゲハルが関わっていたという。メカワは松本千鶴尾から天理教の全容の調査を依頼され、その調査結果を松本に手渡した。その際、メカワがアンリ教、インリ教とあから続けていき、真理教に至ったという。オウムはメカワの家の向かいにあったオウム天気とオウムの法則に由来し、メカワがオウムなんていいんじゃないかと勧めたとされる。 あとにメカワは松本が朝原昌光であると知った。時期はメカワの手記では1978-1979年頃ノンフィクションライターの高山文彦及び東京新聞記者瀬口春吉の文献によれば1984年春頃とされている。高山は勢力を拡大し教団名が死の名前にまでなるに至った天理教を 自分の夢と重ねていたのではないかとする。洋画教室、編集1984年、超能力開発塾、法王経輪館を主催していた、朝原昌光は後に、オウム心理教となる、洋画教室、オウムの会を始めた。当時は超能力の獲得を目指すアットホームで、明るいヨガ教室だった。この頃、オカルト系雑誌の月刊ムーが、このオウムの会を、 日本のヨガ団体として、取材、写真付きの記事を掲載していた。朝原はこれらオカルト雑誌に、空中不要の瞬間と称する写真を掲載したり、ヒヒイロカネについての記事や、生死を超える超能力秘密の開発法などの本を、執筆するなどして宣伝した。朝原と、家庭、編集当時は、松本家一家は、千葉県船橋市に住み、 貧しく家族全員で一つの寝室を共有していた。食事は野菜中心で肉の代わりにグルテンを肉状にしたものを食べたり、茶舞台の上にホットプレートを置き、野菜バーベキューを楽しんでいた。この船橋の家には瞑想室があり、宗教画が掛けられた名には仏像が置かれていた。朝原は日に一度は瞑想室にこもり修行をしていた。棚の前には茶舞台があり、 朝原はそれを祭壇と呼んでいた。形は重要じゃない。心が重要なんだ。私にとってはというのが朝原の口癖だった。後に教団が大きくなってからも朝原はそれを祭壇として使っていた。当時朝原は洋画教室を東京都渋谷区で開いていたため家にいることが少なかった。たまに企画すると強度の弱視のためテレビにくっつくように。 野球中継を見ていた。1986年頃には、世田谷区の道場に住み込むようになり、ほとんど家に帰らなくなる。たまに朝原が帰宅すると3人の娘たちが、大喜びで玄関まで走っていき、姉妹で父を奪い合うような普通の家庭であった。次女は、父の帰宅を、太陽のない世界に、太陽が来たなどと表現していた。しかし、妻の松本智子は朝原が、 滅多に帰宅しないことから精神不安定であり、朝原に向かってなじるような異世があり、朝原はこれにほとんど抵抗をしなかった。三女、松本玲香の目には、智子が朝原の宗教を信じているようには見えなかったが、智子は朝原の著書の代筆を深夜まで言っており、後の朝原の著書のいくつかは、智子が書いたものであった。浅原は子供に向かって、蚊に刺されるとかよくて嫌だね。 でもかも生きているんだよとか、お釈迦様によれば、私たちは死後生まれ変わり、もしかしたら蚊に生まれ変わるかもしれないなどと話していたが、一方妻の智子は蚊を平気で殺していた。オウム神仙の会からオウム神理教へ、編集1987年、東京都渋谷区において、従前のオウム神仙の会を解消し、宗教団体オウム神理教が設立された。 同年11月にはニューヨーク支部も設立。真理教の名前は石井久子以外には、いかにも信仰宗教と不評であり、もっと宗教職を隠さないと一般受けしないという意見もあったが、朝原は救済活動をするためなのだから真理教にするとこだわった。宗教化後は多額の献金を要求するようになり、ワークも増え、会員の3分の1が脱会した。 1989年8月25日に東京都に宗教法人として認証された。朝原は下脱して超能力を身につけたといい、神秘体験に憧れる若者を中心に組織を急速に膨張させていく。さらに朝原は自らをヒンドゥー教の最高神の一柱である破壊神、柴神あるいはチベット密教の怒りの神、マハーカーラなどの決心だともとき、 人を力ことごとくでも救済する、この神の名を利用し目的のためには手段を選ばず、暴力をも肯定する競技へと傾斜していく。同年には、サンデー毎日で、オウム心理教の狂気特集がスタートし、オウム批判、オウムバッシングが始まった。ダライラマを利用した宣伝、編集朝原は、チベット亡命政府の日本代表であったペマニアルポと接触し、その助力によって、 1987年2月24日並びに1988年7月6日にダライラマ14世とインドで会談した。朝原側は両者の会談の模様をビデオ並びに写真撮影し、会談でダライラマ14世が、姉、ね、君、今の日本の仏教を見てみた前、あまりにも儀式化してしまって仏教本来の姿を見失ってしまっているじゃないか。これじゃあいけないよ。 このままじゃ日本に仏教はなくなっちゃうよ。君が本当の宗教を広めなさい。君ならそれができる。あなたはボーディチッタを持っているのだから、と浅原に告げたとして、オウム心理教の広報、宣伝活動に大いに活用した。ベマギャルポはその後まもなく、オウム心理教と積極的に対立するようになり、 チベット亡命政府に対しても今後は、朝原と関係を持たないように進言した。ダライラマと同様オウム真理教は、教団の権威づけに、多くのチベットの抗争やインドの修行者と接触し、宣伝材料として利用していたが、事件後に行われたマスコミの取材に対して、オウム真理教から接触があった抗争や修行者は、のきなみ深い関係を否定している。 1995年4月5日来日したダライラマ14世は記者会見で会ったことはあるが私の弟子ではない。彼は宗教より組織づくりに強い興味を持っているという印象が残っている。私に会いに来る人には誰でも友人として接している。しかし、オウム真理教の教えを承認してはいない。私は超能力や奇跡には懐疑的だ。仏教は 一人の指導者に信者が依存しすぎるべきではないし不健全だと語った。この話は、オウム真理教が江川翔子と出版社を相手ドリ損害賠償請求訴訟を行った際の争点の一つとなったが、判決は名誉毀損に当たらないとして、オウム真理教の請求を棄却した。江川翔子は多額の寄付をしてもらえば、普通お礼はするし、多少のリップサービスをすることもある。 朝原教祖はそうした相手の反応を利用し、オウムの権威や信用を高めようとしたのではないかと推測している。朝原の健康不安と死への願望を、編集1988年10月頃、藤宮市一穴に総本部道場建設。この頃より、朝原は体調を崩すことが多くなり、健康面に不安を感じ始め、自分が死んだら、教団をどうするのかあるいは、私は長くて、 あと5年だ、死にたいなどと漏らすようになる。肝硬変や肝臓癌だと大騒ぎになったりもする。皇帝の前でも、申し農のうかなとつぶやき、新見ともみは、お経します。早川範り衆は、困ります。上友文博は、残って、救済活動をしますと答え、妻の松本と子は、勝手にすればと言ったという。三女、松本麗華は、この頃から、 朝原の死への願望は強まったと考えている。下脱者が多くなり、オウム真理教が世界宗教へと変貌し、救済ができるとの真剣な思いがあったが、弟子の修行が思うように進まず、通常通りの方法では人間界が救われないという否定的な認識が朝原将校に芽生えたとみている。宗教法人の認可申請、編集宗教法人に適用される不課税。 税額向上目的に1989年3月1日、東京都に認可申請を行った。しかし、未成年の信者をめぐって家族及び被害者の会からの批判によって認証手続きが遅れる。4月24日には朝原が信者200人を引き連れ、東京都庁に押しかけ、抗議するという騒動を引き起こした。この認証手続きには、 被害者の会の家族から依頼を受けた北川石松衆院議員の圧力に対し、教団側は元弁護士で裁判官だった出家信者及び沖縄の参院議員を利用し、認証手続きを推し進めようとしたことが、朝原の第43回公判で明らかになっている。しかし結局、不認可する理由がないことから8月25日、宗教法人認可を受けた。 衆議院議員総選挙への出馬、編集1989年の参院選でマドンナ旋風が沸き起こったことから、1990年2月に行われる衆院選に、当初朝原は石井久子をはじめとした女性信者を出馬させる構想を立てたが、その後朝原自身が徳によって生を行い、地上に真理を広めるために1990年には、 新理党を結成して、第39回衆議院議員総選挙へ朝原と信者24人が集団立候補。選挙に立候補するかどうかは、オウムとしては珍しく、幹部による多数決が取られた。結果は1二2で賛成派が勝利。反対した2人は、上友文博と木部哲也であった。しかし結果は惨敗し、当時立候補者1人当たり200万円だった。 協託金として、敬語、霊園が没収される。海外への進出、編集朝サハラは、自らの権威づけを兼ねて主要な弟子を引き連れて、世界各地の宗教聖地を巡った。1987年には、朝サハラの前世が古代エジプトのイムホテップ王であった、ということから、銅王が埋葬されているピラミッドの視察目的で、エジプトツアーを行った。後に、 朝原は辞書において、ピラミッドは、ポアの装置だと述べた。1989年8月、諸葛町の東京都知事より、宗教法人としての認可を得た後、日本全国各地に支部や道場を設置する一方、ロシアやスリランカなど海外にも支部を置いた。ロシアでは優秀な演奏者を集め、キーレーンという専属オーケストラを所有、不況に利用した。 日本では1989年に約1万人程度の信者が存在していたとされる。朝原は1991年を救済元年とし、マスメディアを中心とした教団活動を活発化させた。1992年11月12日には、釈迦が菩提寺の下で悟りを開く瞑想に入ったとされる聖地インドブッダガヤの大菩提寺にある金剛座に座り、 地元の構想に降りるように言われたが従わなかったため、警官に引きずり降ろされた。朝原は日本では盛んに、テレビラジオ番組に露出し、雑誌の取材を受けたり著名人との対談などを行った。このほか講演会開催、ロシアや東南アジア諸国、アフリカ諸国などへの訪問や支援活動、出版物の大量観光などを行った。図書館への寄贈、 納本も行っており、朝原の著書をはじめとする、オウム真理教の出版物は、現在も、国立国会図書館等に活蔵されている。特に若い入信者の獲得を起とし、朝原が若者向け雑誌に登場したり、1980年代後半から行っていた大学の学園祭での講演会をさらに、頻繁に開催するなどした。1992年には、 サリン実験後後半に知られるようになるパソコン製造などを行う会社株式会社マハーポー社を設立し格安パソコンの製造販売を行うようになったオウム心理教放送の開始編集ロシアでは1992年4月1日にオウム心理教放送が開始される日本語のほか、英語やロシア語で放送を行っていた当初はエウアゲリオン テス・バシレアスという番組名で、放送局名や放送時間、周波数等の告知すらなく、同年4月半ばからは、オウム真理教放送と名乗る。ギリシア語では、エウアンゲリオンが正しい発音だという聴取者の指摘により、8月1日の放送文より、エウアンゲリオン、テス・バシレアスに変更された。制作は、富士山総本部で、 録音テープをモスクワに空輸し放送していた。電波の受信状態が悪かったため12月1日からは富士山総本部のスタジオからの生放送に変更された。1992年6月15日にはモスクワ放送の英語ワールドサービスの時間枠を使用し、日本時間の5時30分と13時30分からそれぞれ約30分間全世界に向けての英語放送を開始。 1992年9月1日からは、マイアークという約25分間のロシア語放送が開始された。11月19日には、モスクワのテレビの2に似て、心理探求という番組が開始される。一連の事件が強制捜査を受けたことから、ロシア当局は放送の中止を決め、日本時間の1995年3月23日の放送が最後となった。 翌24日もスタジオからは番組を発信したが、ロシア側が放送中止を決めたため、電波には乗らなかった。番組内では、朝原商工作曲とされる多くのオウムソングが流され、超越、理力、演場の数え歌、お国の福音第一楽章の一部や、シャンバラシャンバラなどのほか、モスクワ大学での朝原商工説法の様子も放送された。朝原の三人の弟子として、 アナウンサーのカンカーレバタ、ダルマバジリ、アシスタント役にはマンジュシュリーミトラが登場した。朝原夫人の松本智子が、かつてはアンチ宗教だったという衝撃的な発言に始まり、夫人の考え方が変わってゆく様子なども流された。英語放送では、朝原の英語のメッセージのほか、当初は朝のパーソナリティをマイトレイヤが、昼の放送は野草ダラーが受け持っていた。 1995年3月22日、オウム心理教に対する警察の強制捜査が行われ、翌23日にはこれに対する、朝原自らの反論が放送された。音質から、第4サティアンのスタジオではなく、他の場所での収録と推測されている。1995年2月からは、朝原は、私は、君たちが私の手となり、足となり、あるいは頭となり、 救済計画の手伝いをしてくれることを待っているさ。一緒に救済計画を行おうそして、悔いのない死を迎えようではないかと呼びかけるメッセージを送り続けていたが、3月23日の放送の最後にもこれが放送され、オウム真理教放送最後のオンエアとなった。交渉人、役場事務長、逮捕監禁致死事件逮捕現場住民による、オウム真理教追放運動。 各地で住民との摩擦が表面化し時には、ヒステリックなまでにエスカレートした。暴走の起源、編集1988年、在家信者死亡事件が発生。朝原は、いよいよこれはバジラヤーナに入れという柴神の死者だなと、つぶやいたという。隠蔽のため、1989年には、男性信者殺害事件を起こし殺人に手を染める。 坂本弁護士事件と衆議院選の裏側、編集翌年の選挙戦など、教団の活動の障害になるとして、前年の1989年11月4日、オウム批判をしていた坂本包弁護士とその一家を殺害。中川智政が殺害の際ブル社を落としたため、オウム犯公説が一時広まるが、任意の失踪の可能性があるなどとされこの頃はまだ、 事件性すら確定されていなかった。そして1990年、麻原は、新理党を結成して、第39回衆議院議員総選挙に出馬。選挙の際には、信者が、麻原のお面やガネーシャの帽子をかぶり、孫子マーチなど、教祖の歌を歌うといった派手なパフォーマンスなど奇抜な、活動が注目を浴び、主要の様子なども、雑誌やテレビで報道され、徐々に知名度が上がっていく。 この時には、公職選挙法で定められた、時間帯を大きく超える16時間、日に及ぶ、街頭宣言運動を繰り広げ、朝原将校の写真入りビラやパンフレット、雑誌を選挙区中に巻き、朝原そっくりのお面を大量に作って運動員に被らせた。これは違法で警視庁から警告を受けたが、運動に借り出された元信者は、もしも誰かから注意されたりしたら、 これは不協活動ですと言って、逃れるようにと指示を受けていた。また他の候補者のポスターを剥がす、汚損するなどを、朝原自身が進め、深夜に信者を使って他の候補者を中傷するビラを配布させた。結果は、この選挙で最も得票の多かった朝原でさえ1783票であり、惨敗を受け朝原は票に操作がなされたと発言し、 今の世の中はマハーヤーナでは救済できないことが分かったのでこれからはバジラヤーナで行くとしてボツリヌスキンやホスゲンによる無差別テロ計画を支持する。このことからもこの選挙がオウム真理教の被害者意識をより一層高め非合法活動をさらにエスカレートさせたと言われている。無差別テロ計画編集はサハラは選挙での惨敗を受けオウム真理教の国 か転覆計画を実行に移し始めた。教団内ではかねてから、現代人は死後3握手に転生してしまうためこれを防がなくてはならないなどと教え込まれていたため、信者は朝原に従って武装化に協力していった。1990年4月、オースチン彗星が接近しているために、日本は沈没するが、オウムに来れば大丈夫と宣伝し、在家信者だけでなく、 家族まで参加させ行き先も伝えないまま石垣島に連れて行き石垣島セミナーを開催した。セミナーの当初の目的は、オウム心理教が計画をしていたボツリヌス菌、ボツリヌスとキシン散布によるテロから、オウムの信者を守ることであった。しかし村井秀夫、遠藤誠一らは、ボツリヌス菌の培養に失敗をしたためテロは実行されなかった。 参加者によると、参加費は30万円であったが、会場はきちんと予約されておらず、天候が悪かったこともあり、現在の東欧動乱は、1986年のハレー彗星の影響であり、今年のオースチン彗星の接近によって、何かが起こるとただそれだけの話があっただけで、行事は予定を繰り上げてお開きになった。しかしこのセミナーで多数の出家者を獲得し、 選挙での惨敗後に脱会者が続出した教団を蘇生することには成功した。これはその後、ハルマゲドンが起こる、オウムにいないと助からないと危機感を煽って、信者や出家者をかき集める方法の原点になった。波の村の工房、編集1990年5月、日本シャンバラ化計画の一環として、 熊本県阿蘇郡波の村に進出するが、地元住民の激しい反対運動に遭う。波の村進出の目的の一つは武装化拠点の確保であった。しかし村民は、オウムの進出に反発し、反対運動が激化した。村の反対運動の背景には、村長派と反村長派との対立があったともされる。また、右翼団体なども先導され激しい攻防があった。 そして1990年10月22日、オウム真理教並野村の土地売買に関する国土、利用計画法違反事件で、強制捜査を受け、早川則義、与万世、人志青山義信、石井久子、大内俊康など教団幹部が続々と逮捕された。しかしオウムは、熊本県警内の信者から情報を入手しており、 強制捜査も一週間延期されていたものだったので、武装化設備を隠蔽することができた。あとの1994年、結局並の村は、オウムが5000万円で手に入れた土地を和解金という、形式で9億2000万円で買い戻すことで合意、オウムの大きな資金源となった。武装化の中断、妄想、現状の出現、編集国土法違反事件の影響もあり、 1991年から1992年は、ホスゲンプラント計画や生物兵器開発などの、教団武装化を中断、テレビや雑誌への出演や、文化活動などに重点を置いた、マハーヤーナ路線への転換を図った。だが1992年頃より、宇宙衛星から電磁波攻撃を受けているなどといった、朝原の妄想、現状が現れ始める。 芝王美和の死者では仕方ないなとつぶやき、内なる声が、自らの進みたい道とは違うことに苦しみ始め、いっそ死んでしまいたいと言ったのを三女霊華が聞いている。霊華は朝原を統合失調症などの精神疾患に、罹患していたのではないかと推測している。教団の細部創化、編集、朝原昌光マハーヤーナとバジラヤーナも、三参九百九十三年前後から再び、 朝原は、教団武装化のバジラヤーナ路線を再開。武力を保有するため、岡村鉄工を乗っ取り得てマイナス74の生産を試みたり、NBC 兵器の研究を行うなど、教団の兵器の開発を進めた。1993年以降は朝原が、オウム心理教放送等を除くメディアに登場することはなくなり、国家転覆を狙った、凶悪犯罪の計画。 実行に傾斜してゆく。この中で、土屋正美、中川智正、滝沢和義らの手によってサリンなど科学兵器の合成に成功。1993年より、これを利用した池田大作サリン襲撃未遂事件、滝本太郎弁護士サリン襲撃事件を起こし、敵対者の暗殺を試みた。さらに第七サティアンにおいて、サリン70トンの大量生産を目指した。 また、生物兵器の開発も再開し、遠藤正一、上友文博らが炭素菌を用いて、亀戸異臭事件などを起こしたが、こちらは成功しなかった。この頃には、アメリカから毒ガス攻撃を受けていると主張するようになり、車には空気清浄機をつけ、ホテルでは大真面目に隙間に目張りをしていた。ヘリコプターが通過する際には、毒ガスだと言って、 車に駆け込み退避するよう命じる有様だった。中川智政によると、この被害妄想は1993年10月頃に第二サティアンの食物工場から二酸化用を含む煙が出た事故を毒ガス攻撃と思い込んだことから始まったという。洗脳の強化、編集過激化とともに、伏せの強化が図られ、 社会との圧力が増すにつれ、教団内部に警察などのスパイが潜んでいるとしきりに、と彼、信者同士が互いに監視し合い、密告するよう求められるようになる。朝原は信者に対して、教団の秘密を漏らした者は殺す、家に逃げ帰ったら、家族もろとも殺す、警察に逃げても、警察を破壊してでも探し出して殺すと、脅迫していたという。教団内の締め付けも強くなり、 薬剤師、臨時殺人事件、男性現役信者、臨時殺人事件、逆さ釣り死亡事件などが発生した。1994年からオウムでは違法薬物を使ったイニシエーションを次々と実行するようになり、LSD を使ったイニシエーションが在家信者に対しても盛んに行われた。費用は100万円であったが、苦面できない信者には大幅に割引され、 5万円で受けた信者もいる。LSD を使ったキリストのイニシエーションは出家信者のほとんどにあたる約1200人と在家信者約200から300人 LSD と覚醒剤を混ぜたルドラ着ンのイニシエーションは在家信者約1000人が受けた。また、林育夫によってナルコという儀式が開発された。ナルコはチオペンタールという麻酔薬を使い、 意識が朦朧としたところで、朝原に対する忠誠心を聞き出すもので、朝原はしばしば挙動のおかしい信者を見つけると、林に鳴子の実習を命じた。朝原は林に信者たちの行動を監視するよう命じ、信者が自分の仕事の内容を他の信者へ話すことすら禁じていた。林育夫はさらに、ニューナルコと呼ばれる薬物を併用した電気ショック療法を使い始め、 字が書けなくなったり記憶がなくなっている信者が見つかっている。他にも村井秀夫により PSI という奇妙な電極付きヘッドギアが発明され、教団の異質性を表すアイテムとなった。洗脳は出機信者の子供にも及び PSI を装着させたり LSD を飲ませたり、オウムの教義や陰謀士官に沿った教育をしたりしており、 事件後に保護されたオウムの子供たちが口を揃えて、ヒトラーは正しかった、今も生きているなどと語っている光景も目撃されている。朝原本人は言葉巧みに若い女性信者を説得し、茶道担当ライニシエーションと称して成功を行っており、否認も行っていなかったため妊娠、出産に至る女性も数多く現れた。象徴性発足と松本サリン事件。 編集1994年6月27日、東京都内の馬家老安家老邸で、象徴性発足式が開かれ、これにより、教団内に科学技術省、自治省、厚生省、長報省などといった国家を模したような象徴が設置された。三女松本玲香によれば、1994年6月に朝原の体調が悪化し、 教団運営ができなくなる恐れが出たために、象徴性が敷かれたという。各省庁の責任者や大臣が大きな権限を持つようになり、三女は11歳にして、法王官房長官に任命される。任命時に、朝原は麗華に、お前はもう11歳だから大人だと言ったが麗華が、不適されていると、法王官房は、私のことを一番に考える部署なんだ。 お前は長官だから、私の世話をしっかり頼むと言った。同日、オウムの土地取得をめぐる裁判が行われていた、長野県松本市において、裁判の延期と実験を兼ねて、サリンによるテロを実行。死者8人、重軽傷者600人を出す惨事となる。当初は、オウムではなく、第一通報者の河野義行が疑われ厳しい、追及が行われるなど、後に、 捜査のずさんさが指摘された。またマスコミによる報道被害も問題になった。戦いか破滅か、編集1994年と1995年には特に多くの凶悪事件を起こす。そのうちいくつかの事件では当初より容疑団体と目され、警察当局の監視が強化された。オウム内ではビデオ、戦いか破滅かや雑誌、バジラヤーナ、サッチャなどで、 危機感を煽った。真徒洋決意という決意文にはこうある。泣こうがわめこうがすべてを奪い尽くすしかない。身ぐるみ剥ぎ取って、偉大なる苦読を積ませるぞ。丸裸にして、魂の飛躍を手助けするぞ。剥ぎ取って、剥ぎ取って、すべてを奪い尽くすぞ。さらに、決意3-2にはこうある。たとえ恨まれようと、憎まれようと、どんなことをしてでも、真理に結びつけ、救済することが、 真の慈愛である、救済を成し遂げるためには手段を選ばないぞ。そして、周りの縁ある人々を高い世界へポアするぞ。これらの競技は、信者の監禁事件へと発展していき、1994年には、教団は拉致、監禁を平然と行うようになり、ピアニスト監禁事件、宮崎県資産家拉致事件、鹿島智子長女拉致監禁事件といった、多数の拉致監禁事件を起こし、 サティアンに作られた毒棒や監禁用コンテナ、1日中、朝原の説法テープを聞かせる部屋に、被害者を監禁した。さらに土屋正美が、猛毒 VX の合成に成功し、これを用いて敵対者の暗殺を計画、駐車場経営者 VX 襲撃事件、会社員 VX 殺害事件、オウム心理教被害者の会会長 VX 襲撃事件を起こした。朝原は、 もうこれからはテロしかない。100人くらい変死すれば、教団を非難する人がいなくなるだろう。一週間に一人ぐらいはノルマにしよう、ポアしまくるしかないなどと語っていた。サリン事件は、オウムである。編集松本サリン事件後に、サリン事件は、オウムであるなどと書かれた、松本サリン事件に関する位置考察という解文書が出回り、さらにオウムを追っていたジャーナリストの江川翔子が、 何者かに毒ガス攻撃を受けるなど、オウムと毒ガスの関係性が噂され始めた。1994年11月には、強制捜査接近の噂サコが教団内に流れ、サリンプラントの建設を中断するなどの騒ぎとなっていた。そして1995年1月1日、読売新聞が、上國石木村の先ン周辺で、 サリン残留物が検出されたことを報じ、オウムへのサリン疑惑が表面化。教団は、上喰式村の肥料会社が、教団に向けて、毒ガス攻撃をしているため残留物が発見されたと、虚偽の発表をするとともに、隠蔽工作に追われることとなった。だが、朝原は1995年1月17日の、阪神・淡路大震災で、 強制捜査が立ち消えになったものと考え、1995年2月28日、東京都内で、交渉人、役場事務長逮捕監禁致死事件を起こす。この事件で、教団信者、松本剛の指紋が発見されたことにより、ようやく警視庁は、交渉人、役場事務長逮捕監禁致死事件で、全国教団施設の一斉捜査を決定したので、あった。 3月15日には、霞ヶ関駅で自動式噴霧機が発見されたこともあり、毒ガスによる抵抗を想定して、陸上自衛隊から戦闘用防護医450着と科学防護医50着を着用するとともに、3月19日には、警視庁機動隊員300名と、捜査一課捜査員20名が、浅霞駐屯地に派遣され、防護服の装着訓練を受けていた。地下鉄、 サリン事件と強制捜査、編集しかし教団はそれを察して警察より早く動き、強制捜査を遅らせるため1995年3月20日に地下鉄、サリン事件を決行。13人の死者と数千人の負傷者が発生する大惨事となった。ただし、唯一地下鉄、サリン事件が決定されたリムジン防御の内容を詳細に証言している。 井上義弘によると、2014年2月4日の平田新公判において、サリンを撒いても強制捜査は避けられないという結論で、議論が終わっていた。しかし、松本死刑囚は、1か8かやってみろと命じた。自分の予言を実現させるためだったと思う。2015年2月20日の高橋克也の後半において、宗教戦争が起こるとする朝原の予言を成就させるために、 事件を起こしたと思ったと証言しており、自身のハルマゲドンの予言を成就させるためという説もある。いずれにせよ強制捜査延期には至らず、事件2日後の3月22日には、山梨県上久式村を中心とした、教団本部施設への一斉捜索が行われ、サリンプラント等の化学兵器製造設備、細菌兵器設備、散布のためのヘリコプター、 衰弱状態の信者50人以上等が見つかり、オウム心理教の得意な実態が明らかになった。以降、同事件や以前の事件への容疑で教団の幹部クラスの信者が続々と逮捕された。強制捜査の際、どこの現場でも捜索令状をじっくり読む、立ち会い人を多数要求する、警察官の動きをビデオや写真に撮るという光景が見られた。また、 報道陣に対してもしつこくカメラを向け、突然の捜索に驚きあてる様子は、全くなく、事前に準備され訓練された、行動のようであった。実際に弁護士で信者の青山義信から、絶対に、警察の手に渡ってはいけない、違法なものに限り持ち出し、露骨な持ち出しをしないように、令状提示のメモ及び録音で時間を稼ぎ、私服警察官に対しては、 警察手帳の提示を求める、水際で相手を嫌にさせて、捜索意欲をなくさせる、排除等の暴行に及んできたら、ビデオで記録化する、施設の電源を落とす、打ち鍵をして立てこもる、勝手に触ると手法が台無しになると主張する、ほとんどのものを手法されているとするという通達と、警察との想定問答が極秘に出されていた。もちろんこれは、 刑法104条の証拠隠滅罪に該当する。オウムの犯罪行為は一部の信者以外には秘密であった上、オウムは米軍に毒ガス攻撃されている被害者、不接傷会を守り虫も殺さぬ、オウム信徒が殺人をするはずがないと教わっていたため、事件を陰謀と考える信者の抵抗は大きかった。強制捜査後、上竜文広らがテレビに出演して釈明を続け、 サリンは作っていないなどと潔白を主張した。一部の幹部は逃走し、八王子市方面に逃げた、井上義弘、中川智政らのグループは、村井秀夫から、捜査格乱を指示され、4月から5月にかけて、新宿駅生産ガス事件、都庁爆弾事件を起こした。また、その村井秀夫は1995年4月23日に、東京南青山総本部前に集まった。 報道陣を前にして視察された。4月15日予言などオウムに関するデマも飛び交った。1995年5月16日には再び自衛隊の応援を得て付近住民を避難させた上でカナリアを入れた鳥籠を持つ捜査員を先頭に上屈意識村の教団施設の捜索を開始。第6査手案内の隠し部屋に現金960万円と共に潜んでいた。 朝原昌光こと松本千蔵が逮捕された。また、証拠品の応酬や PSI をつけさせられた子供たちを含む信者が確保された。長老部体制編集東京地検は朝原昌光こと松本千蔵を17件の容疑で起訴した。1996年1月18日時点で一連の事件に関与して逮捕された信者は403名。 そのうち基礎183名。教団は村岡達子代表代行と長老部を中心として活動を継続していたが、1995年10月30日、東京地裁により解散命令を受け、同年12月19日の東京高裁において即時広告が翌1996年1月30日の最高裁において特別広告が共に棄却され、 宗教法人法上の解散が確定した。1996年3月28日、東京地裁が破産法に基づき教団に破産宣告を下し、同年5月に確定する。1996年7月11日公共の利益を害する組織犯罪を行った危険団体として、破壊活動防止法の適用を求める処分請求が公安調査庁より行われたが、 同法及びその適用は憲法違反であるとする憲法学者の主張があり、また、団体の活動の低下や違法な資金源の減少が確認されたこと等もあって、処分請求は1997年1月31日、公安審査委員会により棄却されている。破防法処分請求棄却後により、教団も活動を継続し、私たちまだ大むやってますと挑発的な、 不況活動やパソコン販売による資金調達などを行った。一方、一連の事件については、教団がやった証拠がないとし、反省や謝罪をせず、被害者に対する損害賠償にも応じなかった。この頃教団は、当時黎明期であったインターネット上に公式サイトを開設。朝原が毒ガス攻撃を受けていた。 坂本弁護士一家殺害事件は弁護士事務所の者のが怪しい団子三兄弟ヒットはフリーメイソンの陰謀などと主張したり、朝原や上優が出てくる探索ゲーム、サティアン・アドベンチャー、オーム新世紀エヴァンゲリオンの二次創作があったりと、やりたい放題の内容であった。さらに一部の熱心な信者は一般人を装ってネット上にオーム事件陰謀説を流布していた。 救民宣言、編集教団の姿勢は、社会の強い反発を招き、長野県北作郡北見牧村の住民運動をきっかけに、オウム反対運動が全国的に盛り上がりを見せ、国会でもオウム対策法として、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律を制定するに至った。予言されたハルマゲドンもなかったことから、 教団は1999年9月に、オウム真理教休民宣言、12月1日は、正式見解を発表し事件を形式的に認めた。12月1日教団正式見解9月末の、休民宣言以来、教団として、一連の、いわゆるオウム事件に対する見解を発表すべく、検討を重ねてまいりました結果、本日以下の見解を発表できることになりました。 いわゆるオウム事件に関して、教団として現在まで裁判の進行を見守ってきた結果、当時の教団関係者の一部が事件に関わっていたことは否定できないと判断するに至りました。長老部のメンバーを代表とする元教団の信者たちにとって一連の事件は知らないところで起こったこととはいえ、当時の教団にあって同じ団体に属したものとして、 現在裁判で明らかになりつつあることが起こったことは大変残念であるとともに被害に遭われた方々をはじめご家族の方々に対し心からお詫びを申し上げたいと思います。最後になりますが現在オウム新法と言われる法律が成立しようとしております。私たちの関係者が関与した事件によって 憲法で保障された基本的人権を侵害する法律が制定されようとしていることは大変遺憾なことであり、また国民の皆様に対して申し訳なく思う次第です。この法律がもし成立するとするなら、私たち以外の団体に決して適用されることがないよう心から願ってやみません。1999年12月1日、教団代表代行。 村岡達子アレフ、編集アレフのロゴ2000年2月4日、教団は、破産完罪人から、オウム真理教の名称の使用を禁止されたため、前年に出所した、上祐文博を代表として、オウム真理教を母体とした、宗教団体アレフへと、名称変更した。同年7月、アレフは、破産完罪人の提案により、被害者への賠償に関する契約を締結したが、 その支払いは、父として進んでいない。2003年には、アーレフ、2008年にはさらに、アレフと解消した。2010年3月に、公安調査庁は、サリン事件当時の記憶が薄い青年層の勧誘を、していることなどについて、警戒を強めている旨を発表した。光ノは、編集2007年5月には、アーレフから上流派の、信者たちが脱会、新団体、 光の輪を結成した。この団体は、朝原の教えからの脱却を施行していると主張し、また、オウム被害者支援機構との協定により、被害者への賠償金支払いを行っている。なお公安調査庁、内外情勢の解雇と、展望2010年1月版では、その活動が朝原の修行に依拠していることが報告されている。山田らの集団。 編集2014年から2015年頃、アレフ、金沢支部の山田美佐子を中心とした、山田らの集団と呼ばれる分派が結成された。山田らの集団は、公安調査庁の定めた、便宜上の故障であり、正式な団体名は不明。ケロ4クラブ、編集、ケロ4クラブは1995年のオウム事件後に、結成された分派。代表の北沢優子が、 信者の死亡事件で有罪判決を受けた。偽装脱会者、編集、朝原の4条によると、偽装脱会者が第二オームとして陰謀論、占い、スピリチュアル、IT、福祉などを通じ影の不況を図っているという。オーム心理教の教義は、原始用画を根本とし、パーリ仏典を土台に、チベット密教やインド用画の技法を取り入れている。日本の仏教会が、 簡約仏典中心であるのに対しあえて、パーリ仏典やチベット仏典を多用した理由は、簡約は役者の意図が入りすぎているからとしている。そして、宗教は一つの道として、すべての宗教は、ヨ画ガヒンズー的宇宙観の一部に含まれる、と説く。その結果、例えば、キリスト教の創造主としての神は、梵天のことである、等と,と説かれる。オウムでは、 世界の宗教の起源は古代エジプトにあり、アブラハムの宗教もインド系宗教もエジプトから始まったとし、満共同根、シンクレティズム的な宗教観を持つ。したがって、オウム真理教においては、儒教、道教、キリスト教、ゾロアスター教等ありと、あらゆる宗教、神秘思想を包含する、真理を追求するという方針が取られた。結果として、 キリスト教の終末論もヒンズー教的な創造、維持、破壊の繰り返しの中の一つの時代の破滅に過ぎないとして取り込まれた。すべての宗教及び真理を体系的に自身に包括するという思想はヒンズー教の特徴であり、朝原はそれを模倣した。具体的な修行法としては、出家修行者向けには、神座部仏教の七か三十七道品、在家修行者向けには、 大乗仏教の六原密、また洋画密教その他の技法が用いられた。特に洋画にはかなり系統しており、その理由として、釈迦も洋画を実践していたからとする。また、オウム真理教の教義には、ヘレナ・ピー・ブラバツキーに始まる、近代神知学の影響も指摘されている。ブラバツキーの死後、神知学の組織である、神知学協会はインドに本部を構え、洋画理論と、 その実践による霊性の向上と霊能力開発を強調するようになったが、社会学者の歌シオ直樹や宗教学者の太田敏トは、こういった面を含めて、近代神知学の構えは、オウム心理教の諸宗教の編集の仕方に非常によく似ており、その影響が伺われると指摘している。例えばオウムで用いられたアストラル・コ座るルは、神知学の用語である。 朝原が神地学の原点から直接学んだのか、朝原が一時ハマったという、グラなどの新宗教の教典や出版物、オカルト雑誌などから間接的に教義を構築したのかは定かではない。朝原自身は逮捕後、こう語っている。オウム真理教が三上の教えについて、例えばパーリ三蔵をパーリ語から翻訳しなければならないと考え、それに対して、労力、人材、 時間を使っている理由は、まずその根本であります。神座部仏教、北伝では、正常仏教と言われていますが、この上座部仏教を検討しない限り仏教は、語れないと考えているからでございます。では、なぜ原始ヨーガという言葉が入ってくるかということについて説明をしなければなりません。もともと、ーガと仏教の関係は、十世紀前後あたりから、 非常に密接な関係が生じました。そして例えばヘイバジラタントラなどの場合、これは仏教徒も修行しますし、あるいは非仏教徒であるヨーガ修行者も修行するという形をとり、結局その原点の完全な復元をなすためには、ヨーガ仏教を問わず、あらゆるインドに伝わった教えを検討し、そしてそれから原点を復元する以外にないということがあるわけです。そして、 それらの教団、それらの教の完全な復元こそが、私は、この日本人に大きな最高の恩恵を与えるものと確信し、今までやってきました。したがって、このオウム真理教の教義そのものが、朝原独特の教えであると、公安庁佐長が断定するとするならば、公安庁佐長の言っている本当の仏教とは何か、それをここで明示すべきでございます。朝原、 派防法弁明において1995年当時のオウム真理教横浜支部道場オウム真理教の5つの柱として以下の点が挙げられており実践宗教であることが強調されている最終地点まで導くグルの存在無常に基づく正しい競技その教義を実体験できる修行法その教義を実際に実践して修行を進めている 先達の修行者の存在修行を進めるためのイニシエーションの存在無常。編集を無心理教では修行による苦悩からの解放を解き、無常である欲望を煩悩から物理的に超越することを下達、精神的に超越することを悟りと呼ぶ。人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられないという仏教の無常感に即した朝原の言葉に象徴される通り、 この世の中のすべての現象は無常である。よって今感じている喜びはいつか終わりが訪れた、時にその喜びが失われることで苦しみを必ず生じさせる。また今は何もなくとも、いつか自分にとって嫌な現象が訪れた際にも、同様に必ず苦しみが生じる。何かを欲求して得られなかった場合も、同様に苦しみが生じる。したがって無常である。 煩悩的な喜びにとらわれることは必ず苦しみを生み出す。逆に、自己の煩悩を超越し、無常を超えた状態がニルバーナである。また、そこに止まることなく、さらにすべての魂を苦悩から解放し、絶対自由、絶対幸福、絶対歓喜の状態に導くことによって、自身も、絶対自由、絶対幸福、絶対歓喜のマハーニルバーナ、あるいは、 マハー・ボーディ・ニルバーナへと至る。シバ編集オウム真理教の主催神は、シバ大臣である。オウム真理教におけるシバは、最高の意識を意味し、マハー・ニルバーナに住む下脱者の魂の集合体であり、またマハー・ニルバーナそのものと同義としても扱われる。当時の教団内で、朝原将校は、このシバの弟子であるとともに、シバの変化身とも称されていた。ヒンドゥー教にも、 同名の芝神があるが、これは芝大宮の化身の一つに過ぎないとされる。輪廻天章、編集教団では輪廻天章が信じられていた。朝原は、自らの出版物を通して、徳川家光、主元章など多くの前世を持つと称していた。中でも意識堕落くの宗教上の王は、直前の生であったため、その世界で朝原に敬していた人たちが多く転生し、 現在の信者になっていると教団内では信じられていた。また、道場では宿命通というアニメビデオを放映し、朝原のエジプトでの前世の物語を展開していた。ジェゼル王の時代に彼は最小のイムホテップとして王に宗教的指導を施し、最古のピラミッドであるジェゼル王の階段のピラミッドを作ったとしている。詳細は朝原将校前世を 三少林で天章と関連して、カルマの法則も信じられていた。虫五百匹を殺すカルマが人一人を殺すカルマに相当する、接触しただけでカルマが交換される、スポーツやグルメを楽しむとカルマを追って低い世界に落ちるなどといった独特の競技があった。エネルギー、編集オームでは霊的エネルギーを実在すると考え、これを強めるためとして様々な修行をしていた。 朝原の爪や体毛を煎じて飲んだり、朝原の風呂の残り湯を飲んだりするのもエネルギーを高める目的があった。エネルギーも参照ポア、編集ポアとは、洋画の用語で意識を高い世界へと移し替えることと定義されていた。これは、実際の生死とは関わりなく意識の中の煩悩的要素を弱めて意識を高次元の状態に移し替えることと解釈されていた。 このポアの中で最も重要なものは死の直後、中間状態にある意識の移し替えで、これは次の生における転生先を決定することになる。従って死の際の意識の移し替えが競技のポアとなる。これが転じて積極的に死をもたらし、より行為の世界へ意識を移し替え転生させるという特殊な技法もポアと呼ばれることがあり、これが コアなる言葉の下に殺戮を正当化すると、検察側が主張する根拠となっている。オウムは、人々の救済を説く一方、ユダヤイコールフリーメイソンに支配され、物欲に溺れ動物化する人々、三悪種に落ちる人々と、霊的に進化する人々を二分し、前者を粛清しようとする思考に陥っていたとされる。ハルマゲドオン、編集アサハラは、天輪王教やヨハネの目視録、 ノストラダムス、堺将軍、出口オニサブローラの予言、先生術などをミックスし、第三次世界大戦、ハルマゲドンが迫っていると盛んに主張した。現代の人類は悪号を積んでいてこのままでは3、握手に転生してしまうので、ハルマゲドンを引き起こすことも救済であると説いていた。朝原によると、ハルマゲドンの原因は、フリーメイソン物質主義派とユダヤ勢力が、 物質崇拝やオウム迫害を広めてカルマが溜まっていることとキリストと人類の進化を求めるフリーメイソン精神主義派及び米中ロのバックにいる者たちの計画であり対戦はこの他ナチス残党の第四帝国も参戦する。日本は不況のためファシズムに傾倒し東南アジアに侵攻さらにアメリカと対立し NBC 兵器やプラズマ兵器、電磁パルス攻撃などで蹂躙され、ほとんどが死ぬが、新鮮民族であるオウムが生き残り、2000年に日本から6人の最終下脱者が登場。オウムは地球を救い、旧人類を淘汰して超人による世界を作るというアニメ、漫画的とも言えるストーリーであった。オカルトボンなどが元ネタの一つだった。また、ニューエージ的な アセンションによる精神革命論の影響も指摘される。とはいえアサハラはソビエト連邦の崩壊を予言できず1999年を迎える前から破綻していた。アサハラは逮捕後の1996年の破防法弁明手続きにおいて1995年11月にラビン首相の暗殺によって世界の首脳がイスラエルに集まったため、これをもって ハルマゲドンに集まったというプロセスは終了した。私たちはハルマゲドンに出会うかもしれない。出会わないかもしれない。ハルマゲドンが起きるなどということはその中でも一言も言っていないと予言を半ば撤回した。疑似科学、編集朝原は宗教の教えと科学の理論をごちゃ混ぜにして話すことを得意とし、空中不要からビッグバンに至るまで疑似科学理論で説明していた。 最先端の科学でも難しい、ビッグバン直後の世界などのことでも、適当にごまかして説明できてしまうことから、多くの理系信者が引きつけられた。オウム心理教では、修行の内容を3種類、または4種類に分けて説く。症状、大乗真言秘密混合状、秘密真言混合状で厳密に説かれるときは、タントラヤーナとバジラヤーナを分ける。 ここでは四つの修行体系に分けと述べる。ただし、謙虚が大乗を解くのに対して密教は、混合乗を解くことは多いが、通常の仏教語の定義とは異なる。ひなやーな、編集ひなやーなとは、外界とは、離れて、事故の浄化、完成を目指す道である。ひなやーなは、すべての土台である。マハーヤーナ編集マハーヤーナとは、 事故だけでなく他の多くの人たちをも高い世界に至らしめる道である。教団全体は、マハーヤーナと規定される。ただし、完全なる事故の浄化がなければ、真の意味でのマハーヤーナは成立しないとも言う。オウム出版発行の機関紙の名前にも使われている。タントラヤーナ、編集タントラヤーナとは、マントラを唱える等の密教的な修行を指す。ただし、作動タントラなど、 現代日本では非倫理的、非道徳的とされる部分については、教団の公式見解において否定されていた。しかし、朝原は、イニシエーションとして、性行為を行っていた。バジラヤーナ、編集、密教も参照バジラヤーナとは、グルと弟子との一対一の関係においてのみ成り立つ、道である。グルが、弟子に内在する煩悩を突きつけ、それを理解できる状況を作り出し、 その煩悩を超えさせる、マハームドラーなどの激しい方法が含まれる。カーラジャクラタントラなどに見られるもので、朝原はカール・リンポチェと会ってからバジラヤーナを解くようになったという。警視庁はこのバジラヤーナの競技は殺人を正当化するものと解釈。オウムう系教団は現在もこの競技を根幹に据えていると見ている。バジラヤーナの競技の中には、 五福の法則と呼ばれるものがあった。これは一般的な戒律に反する行為、言動が完全に煩悩なく、完全に心において利他心のみであるときには認められるとするもの。展開の法則であって人間界において話し得ないという注釈の下で解かれたこともあった。朝原は新言集でも同じことを言っているとした。混合状とは密教のことを指す。 日本に仏教を伝来した、新言宗の回祖である空海の時代は、仏教は密教として扱われたこともあり、国内においては、教義の意味では、今後上は、新言宗のことを指す。新言宗のうち最も重要な経典の一つである、今後頂たき業は、仏教学的分類においては、タントラ密教を経典に分類される。今後頂たき業は、 今後をいただき教諭が18回指揮にもある通り、全18回からなり、そのうち初回、真実説行のみが日本に伝わっているが、2回以降の内容では、後期密教との過渡期の内容に踏み込み、上記のご仏の法則に近いと言える内容も実際に存在する。しかしこれは、インド仏教がイスラム教と戦争状態にあった時代に、 既存仏教伝統に対して向けられたカウンター的な側面を持つものであり、上祐文博は五仏の法則を現代で文字通り解釈すべきでなかったとしている。世界観編集。この世界は、熱優位の粗雑な物質による愛欲界、音優位の微細な物質の世界である。形状界、光優位のデータの世界である。非形状界が重なり合っているとする。チャクラと五大エレメント。 編集チャクラと五代の理論を融合した形で導入している。体の上部にあるチャクラほど高い次元につながっているとされた。子供向けの自己意防止説法で、朝原は以下のように語っている。当初は、もっぱら洋画の手法を用いた修行が行われていた。その後、本来、ひぎ伝授を意味する宗教用語であった、イニシエーションという言葉を、オウム独自の 下脱者のエネルギーを伝授することで弟子を成就、下脱させるという意味で使うことで信者を増やしていった。しかし一方で、朝原昌光は、終末思想を煽り、1994年前後には、違法薬物や電気による様々な洗脳施策を取るようになった。詳細は、オウム心理教の修行を、参照著名人、編集教団は、著名人との交流があったが、事件後は一変して、 多くの人物がオウム批判に転じている。学者、編集教的な影響、編集オウム心理教の教義は元となっている、宗教教義を誤って解釈したもの意味を取り違えたもの都合主義的な拡大解釈などが少なくない。しかし、密教を中心に、原始仏教からキリスト教まで幅広い宗教から摂取して、オウム独自の体系化が図られたため、 朝原の説教の録音テープや録画映像が未だに不況に用いられて、アーレフの信者などに信奉されており、マスコミも折りにつけて、それを問題視した報道を行っている。1989年3月、東京都に対し宗教法人の認証を申請。6月、東京都は受理を保留したため、オウム真理教は、 鈴木俊一東京都知事を相手取り、行政の不作為の違法確認訴訟を東京地方裁判所に提起した。8月、東京都が宗教法人として認証。設立1989年8月29日主たる事務所の一東京都江東区亀戸目的主審を芝神として崇拝し、創始者の松本地図をはじめ、真に芝神の意思を理解し実行する者の,の指導の、 元に、古代ヨガ、原始仏教、大乗仏教を背景とした教義を広め、儀式行事を行い、神道教家育成し、すべての生き物を輪廻の苦しみから救済することを最終目標とし、その目的を達成するために必要な業務を行う。規則役員等オーム神理教教団本部は、上國式村に多数点在するザティアンではなく、富士宮市の教団、富士山総本部である。 また、東京方面での布教活動の総拠点となったのが、東京、南青山の東京総本部である。朝原は1987年、日本シャンバラ化計画を発表した。これによると、ゆくゆくは、日本主要都市すべてに総本部を設置しそこから、日本全土に布教活動をし、いずれは自給自足のオウムの村、ロータスビレッジを建設するというものだった。っなければ、 日本国内の海。教団の信者は、在家信徒と出家修行者に分けられる。在家信者は、通常の生活を行いながら、支部道場に赴いて修行したり、説法会に参加する。また、休暇期には集中セミナー等も開かれる。このほか名目上の信徒である、黒信徒がいた。黒信徒の入会金は、 信者の家族や知人が代わりに払っていたので、一応信徒としてカウントし水増ししていた。オウムの修行の最終的な目標は、現実世界を超えた真実に到達することで、サマナと呼ばれる出家修行者らはその目標に到達するために、激しい。現実世界を超えるためには、この世界の価値観を超越し、観念を壊す必要がある。社会の価値観に重きを置かない点で、最初から、 オうムは、狂気の思想を内包していた。当初はこの狂気の割合が低く社会性も帯びていた。ものが、バッシングなどや終末思想などにより次第に崩壊を、始め、社会性が薄れていった。修行の達成度、精神性の度合いを示すものとして、ステージ制度があり、時期によるが、九百九十五年時点の出家者には、様な見習い、様な、様な長、司法、死、 正午氏、聖大氏の各ステージが存在した。市は、クンダリニーヨーの上寿者、正午氏は、マハームドラーの上寿者で仏教のアラカン総統、聖大氏は、大乗のヨーの上寿者と規定され、これらのステージに従って、教団内での地位、役職等が定められた。オウム真理教幹部には、南関大学の卒業者も多く、教団の武装化を可能にした、村井秀夫、土屋ま美。 遠藤誠一など理系幹部を多く抱えていた。また弁護士資格を持つ青山義信、公認会計士資格を持つ柴田敏郎、上田達也、医師免許を持つ林育夫や中川智政、足田里良、佐々木正光、平田正幸、森秋文、小沢聡、片平健一郎など、社会的評価の高い国家資格を持つ者も多くいた。他にも、山形明、 丸山道真など自衛隊員、建設会社出身で教団の不動産建設や、ロシアとの交渉を手掛けた、早川則雄衆、元暴力団員の中田清秀、松藤谷由美のアルバム制作にも関わったことのある、デザイナーの木部哲也、商工マーチなどを作曲したミュージシャンの石井、新井一郎、盗聴技術を持っていた、林康を、元日劇団シングチームの鹿島智子など幅広い、 僧の信者を有していた。一下に示すのは、オウム真理教の雑誌バジラヤーナ、サッチャが1995年6月28日に、行った、出家修行者対象のアンケートデータである。旧、青山総本部教団には弁護士、青山義信がおり、批判に対した数の訴訟を乱発していた。毎日新聞、西日本新聞、熊本日日新聞など初期から、 オウム報道をしていたマスコミも、訴訟のターゲットとなり、事件発覚までマスコミがオウムへの追及を敬遠する一因となった。さらに敵対者や脱会活動に対しては、などの嫌がらせを行い、これらはエスカレートし、数々の襲撃事件に至った。1991年には、朝原将校がロシアを初訪問した。当時のモスクワ放送もこの模様を伝え、クレムリン宮殿で、 宗教劇の上演が行われたことや、アナトリール・ルギアノフ最高会議議長と会談したことを報じた。モスクワにおいて、アサハラは、当時ロシア副大統領だったアレクサンドル・ルツコイや、ロシア連邦首相のビクトル・チェルノム・イルジン、モスクワ市長のユーリルシコフとロシア政界の上層部と接触。翌年には後に安全保障会議書記となるオレグ・ロボフが来日し、アサハラから、 資金援助の申し出を受けるなど、オウムのロシア進出に拍車がかかった。モスクワ放送の時間枠を買い取って、エウアンゲリオン、テス・バシレイアスというラジオ番組が1992年4月1日から1995年3月23日まで放送された。また、ロシアでキーレームというオーケストラを組織、日本からロシアの施設での射撃訓練ツアーが、 オウム関連の旅行会社によって主催されたり、他にも、ロシアからヘリコプターなどが輸入されている。また、ロシアに数箇所の支部を開設ソビエト連邦の崩壊後に、精神的支柱が揺らいでいた当時、ロシアの多くの若者が、オウム心理教に引きつけられた。このため、オウム事件後、実は、オウムは、ロシアや北朝鮮のスパイだという陰謀説が、 まことしやかに語られるようになった。しかし一連の捜査、裁判により、化学兵器は土屋まさみが中心となり、自力で作ったことが発覚した。新アメリカ安全保障センターも、オウムのサリン合成プロセスはロシアで主流の方法では、なくナチスドイツの方法に由来していると分析している。また上遊文博は、麻原は、自分が一番であり、 利用することはあっても配下になるタイプではない。アレフを助長していると批判している。2018年5月1日、ロシア、オウム心理教は宗教活動の傍ら多彩な事業を行っていた。業種はコンピューター事業、建設、不動産、出版、印刷、食品販売、飲食業、さらに家庭教師派遣、土木作業員などの人材派遣など多岐に及び、 さながら総合商社の間を呈していた。数多くの法人を設立し、ワークと称して、信者をほぼ無償で働かせていたため、利益率は高く、特に中心となっていたのは、パソコンショップ、マハアっぽ社の売上で、公安庁社長によると、年間70億円以上の売上があり、純利益は20億円に迫る勢いであった。出帰信者200人がそこで働いていた。 95年11月からは、トライサル、グレースフル、PC バンク、PC、レボ、ソルブレインズ、ネットバンクと名称を変えコンピューター事業を継続した。様々な業種に進出し、集まった社員を教団に勧誘したり、大向け企業グループ、対応弱常同盟を結成するという構想もあった。コンピューター関係員職業出版その他偽装サークル、薬品、 武器関連のダミー会社不動産取得目的のダミー会社他にもスリランカの紅茶園などを経営していた。また、信者には真面目な若者が多かったので人手不足の原発において重宝されており必然的に内部情報なども持ち出していた。信者時代大使の肩書きを持っていた元信者によれば、オウムでは肝心なことは常に教祖が決めているんです。 教祖が知らないなんていうことはありえないと言っている。幹部であろうとも、朝原の指示は絶対であり、オウム心理教附属委員の患者の入隊員の判断すら朝原の指示を仰がねばできなかったという。さらに朝原含めた上司の指示は、説明なしに従わなくてはならなかったため、信者はいつの間にか事件に関わっていたということがたびたびあった。 公安庁、佐長は、信者の証言を引用して、正午市以上になると、孫氏のロボット、形式上はピラミッド型組織だが、基本的には、孫氏と信徒は1対1の関係としている。一連の事件における被害者数は、死者30人、重軽傷者6000人以上。さらに教団内に関しては判明しているだけで、死者5人、行方不明者は30人以上。 一連の事件に関与した教団幹部に対し、刑事裁判では13人の死刑判決、6人の無期懲役判決が出されている。逮捕者については、オウム真理教事件逮捕者を、違法薬物、爆薬、化学兵器製造については、土屋まさみ兵器と違法薬物の製造を参照。坂本弁護士事件で一時危機を迎えるも、事件が迷宮入りしたことで、 オウムは生き延びた。選挙で惨敗し、いよいよ武装化に着手。熊本に進出し住民との戦いも始まった。前年末の国土法事件と強制捜査を受けて、武装化路線を中断し、文化活動にシフトした。前年同様に、文化活動を行っていたが、徐々に武装化を再開。生物兵器計画が、ことごとく失敗していた最中、サリンの製造に成功。 化学兵器や麻薬を手に入れたオウムは一層過激になり、多くの事件を起こした。教団の崩壊の年。逮捕者については、オウム心理教事件逮捕者を参照。アレフへの再編。改装後の活動については、アレフ関連年譜を参照。ありがとうございます。